この北の赤ヒレタビラは東北地方の日本海側で釣ったものです。北の赤ヒレタビラは赤ヒレタビラに比べて体の体高が細いといった特徴があります。またメスは産卵管が非常に長いといった特徴があります。北の赤ヒレタビラは名前の通り東北地方を主な分布域としています。どちらかというと河川、水路にもいるんですけれども、ため池にも多くいるような印象があります。北の赤ヒレタビラも成長すると大きくなるタナゴ類ですので、釣りでは非常に引き味が強くて面白いタナゴ類だと思います。ただし一般的にはやはり東北地方に住むということもあって、比較的小型の個体が多く釣れる場合があるのではないかと思います。赤ヒレタビラとの見分け方の違いは、まず体がやはり細いといったことがあります。それと体の色がどちらかというと赤ヒレタビラに比べると緑みが強いということがあります。また尻びれの赤みが強いといったいうところがあります。北の赤ヒレタビラも産卵期のピークになるとオスは胸の部分からお腹の部分にかけて黒くなります。また腹びれが白く白線が入りますので、これも特徴的なところです。今この水槽内では比較的温和なイメージがありますけれども、やはり自然界で産卵期になるとオス同士の縄張りは非常に強く持つタナゴ類です。北の赤ヒレタビラも水槽内では比較的飼育のしやすいタナゴ類だと思います。オスの婚姻色も比較的きれいに出ることがありますので、非常に楽しいタナゴ類です。またメスの産卵管も水槽内で伸ばすことが比較的できますので、このタナゴ類も産卵にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。